皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者はこれ引けシリーズいよいよ最終章でございます。うわー、第10章の突入でございます。まあこれまでたくさんの苦労、たくさんの悩み、いろいろあったかと思うんですけども、本当にここまでよくたどり着きました。お疲れ様でございます。今回、最後の最終章はサザンオールスターズさんの津波という曲を一緒に練習していこうかと思います。ただね、本当ね、最初に言っとくよね、この曲ね、マジでね、めっちゃむずい。マジめっちゃむずい。めっちゃむずい。もうすっごい制覇出てくるし、コード多いし、何気にテンポも速いし、めっちゃむずい。ただまあ、ここの曲で来たらね、もうね、相当弾ける曲の幅が広がるんですよ。本当に、ね、この曲をサカサカと、サラサラと、できるようになったならば、サカサカってなんだ、サラサラってできるようになったならば、もう初心者っていうね、ランクはもうね、出したと思っていただいて全然 OK です。世の中の曲にこうバーッとチャレンジして、なんかコードのサイト見たりとかさ、本買ったりとかして、チャレンジした時に、まあ、そうそう困ることはね、ないと思います。ここまでできれば。そのぐらい、もう必要最低限のこの技術というか、そういうのがそのバーッと詰まった曲なので、ぜひ乗り越えていただければ、嬉しく思います。そんな感じでございます。頑張って乗り越えていきましょう。頑張るぜ、おや！とりあえず、コードを見てみてください。馴染みのあるコードもね、ちらほらあるけども、まあね、難しそうなコードもありますよね。まあ、いくつか、おい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 っていうコードもあるかと思います。例えば、F。さっきの風になるで、おすっごい苦労した F、また来たのかよ、みたいな感じで、おい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 っていうね。そしてこう、なんとなく見ていただければわかると思うんですけども、F 以外にも、この人差し指で全部押さえる、制覇をするコード、たくさん出てくるんですよ。ほんまにね、びっくりするぐらいたくさん出てくるんですよ。どうしようって思っちゃうぐらいに、それらを一つ一つ確認していきましょう。まず、ダイアグラムを見ていただいて、左手のコードを確認していきましょう。D、Em、E7、これはまあいいっすよね。で、その次 F も、これも OK。ちょっと大変だけども、やり方は覚えたはず。やり方は分かったはず。で、その次 F シャープマイナーに関してなんですけれども、F シャープマイナーは、風になるで、F マイナーってやりましたよね。F マイナー。中指がなくなるやつ。この F マイナーの1フレットこっちに来たものっていう感じです。そのダイアグラムの下に234って、数字が書いてあると思うんですけども、その数字、別にゴミではなく、間違いではなく、2フレット、3フレット、4フレットっていう風なフレットを表示している数字なんですよ。だから F マイナーから1個こっちに持ってくれば OK。2フレット、3フレット、4フレットでこの形を作ってくれれば OK なので、ここまではまあいいと思います。ここまではまあいいと思います。でその次、G マイナーというコードが登場するんですが、さらにこれをこっちに持ってきます。これがその G マイナーって形です。F マイナー、F シャープマイナー、G マイナー、横にねちょっとずつずれていくだけだけれども、こんな感じで名前はねどんどん変わってくるので、覚えておいてください。1フレット制覇でこの形を作ると F マイナー、2フレット制覇にすると F シャープマイナー。で、もう1フレット持っていくと、G マイナーという名前に変化します。そんな感じです。ちょっとややこしいんですけども、頑張って覚えてください。で、ちょっともう少し、ちょっと一回 F コード作ってもらっていいですか ?F コード。F。F。で、この F コードを作ったならば、1フレット手前、こっち側ですね。僕側、自分側。自分側にニョキってずらすと、F シャープっていうコードになるんですよ。これ今 F シャープです。で、この状態から、ちょっとそのままね、この状態から中指を抜くと F シャープマイナーっていう名前になるんだけども、中指じゃなくて小指を抜いてみましょう。小指、小指。小指がなくなると F シャープセブンスっていうコードになります。F シャープセブンスです。F シャープマイナー、F シャープセブンス、F マイナーとかなんかいろいろ、まあな、F うんたらかんたら、F うんたらかんたらって感じでこうたくさん出てきて、もうなんだこりゃってなっちゃうと思うんですけども、ちょっとね、この微妙な違いをしっかり把握しておきましょう。F シャープセブンス、F マイナー、形は似てますけども、もうね、役割としては全然似て非なるものなんで、全然違うものなんで、混合しないように気をつけてください。どっちがマイナーなのか、どっちがセブンスなのか、しっかり、把握をしていきましょう。そんな感じ。これがまあ左手のコードですかね。あとはまあ G メジャーセブンスとかか。G メジャーセブンス。ちょっと辛いんだけれども、中指、薬指、小指。
人差し指が余るフォームで G コードを押さえたら、この余ってる人差し指で1弦の2フレットですね、に行くと G メジャー7の完成です。糸の時にさ、あ、なんかこの G コード、本当は人差し指が余るフォームで押さえたいです。でも難しかったら小指が余るフォームとかでも構いません、薬指が余るフォームとかでも構いませんなんて話したじゃないですか。なんで人差し指が余るフォームで押さえてた方がいいかっていうと、こういう時にこの人差し指がね、こっち側こう押さえて G メジャーセブンスとか、あとここでは出てこないけど G7 っていうコードとか出てきた時に切り替えが楽ちんなんですよ。そんな感じで、そのね、あの前後になんかいろいろあった時にその切り替えが楽というか、ね、組み合わせて、合わせて覚えることができるんで便利だよっていう意味で人差し指を余らせてくるっていう話でした。なんでここはもうね、頑張ってもう押さえるしかない。頑張ってやってみてください。でその次 C7th に関しては、ダイアグラムに書いてある通り、まず C コードがあって余ってる小指で3弦の3フレットにで音を付け足すみたいなコードです。これがその C7th です。そんな塩梅で次、右手のストロークに関してなんですけれども、シンコペしない16ビートのパターンで OK です。ただ意外とテンポが速いんで、せか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 と言ってみましょう。最初の A メロから少し弾いてみるとこんな感じ。風に戸惑う、こんな感じでベベベと弾いていきます。なかなか早くないですか。結構忙しい感じですよね。ただまあこの曲弾き語りでね、一人で弾くときはなんかちょっとゆっくりめにアレンジしてもいいのかなと思います。原曲のテンポに合わせようとすると意外とテンポ早くてせかせかしてしまうので、背に戸惑う、感じで、少しゆったり弾いていってもいいと思いますので、まあ、その辺は皆様の、テンポに合わせてやってみてください。で B セクションとか超地獄っすよね。 G マイナーからスタートっすよ。難しい C コードが来たと思ったら F に行って、なんで D マイナーで G になって A セクスからのうーみたいな感じの、すごいこうなんか沼地に足を突っ込んだみたいな感じあるじゃないですかこんな感じのあれでございます。あとはまあその糸のリズムだけで OK なので、お手本の動画をチェックしながら、コードとストロークを合わせていただければ幸いでございます。とりあえずまあそんなところかな、この曲でか、伝えたいこととしては、まあ、その正波コードたくさん出てくるんだけども、まあ、ここは一つね、修行だと思って練習だと思って、乗り越えていただければ幸いです。何度も言うですけども、この曲ができるようになったらね、相当弾ける曲がもうブワーって広がるので、ぜひ頑張ってやっていただければ嬉しく思います。そんな感じでは、あとはまあ頑張ってやっていただければ幸いでございます。ここの10章まで本当にたどり着くまでたくさんの苦労があったかと思うんですけども、お疲れ様でございました。とりあえずこの動画も終わった後も、たくさん練習をしてみてください。でこの動画で初心者はこれ弾けシリーズ最後になるんですけれども、長い間本当に皆様お疲れ様でございました。今まで10曲たくさん練習してきましたけれども、どこまで進みましたでしょうか。とりあえずまあね、その続き的なことはやるかもわかんないけども、とりあえずまあ一旦ここで終わりにさせていただこうかなと思っております。何かこれ以降やりたいこととかリクエストとかご意見ご感想ありましたらね、バーッとコメントしていただければ幸いでございます。でもちろんね、そのここの10章クリアしたから、その津波が弾けるようになったから、ギター終わりというわけではなくて、本当にまあここはもう始まりの、なんだろう、糧といいますか、なんかこう、むしろここがスタートラインみたいなところがあるので、今までそのスタートラインに立つためのその準備期間というかあったわけなんですよ。でその準備期間はバーッと経て10曲をやって、でその、ね、ある程度こうストロークとか考え方とかダイアグラムの見方とか、コードの使い方、コード演じ、もういろんなものがあって整った状態なんですよ今。だからこっから始まるんです。こっからがそのスタート地点です。
もういろんな楽譜を見たりとか、いろんなコードサイトを見たりとか、いろんな演奏を見たりとか、セッションしたりとか、友達と一緒にいろいろ弾いてみたりとか、ギターを書いたりしたりとか、まあ、いろんなギターの楽しみが出てくると思うんですけれども、ここのスタートラインから、またこうさらに楽しみがもう倍増で皆様のもとに届くと思いますので、ぜひ楽しみにしていただいて、頑張って練習をしていただければ、幸いでございます。そんな感じかな。まあ一応手前味噌になりますけどね、その僕自身もそのコードの、あとアコギの教則本とか、あの出版したりとか、あとまあそのね、ギターのモチベーションがなんかこう爆上がりする10の法則みたいな感じのなんか有料ノートというか、まあそういうこうノートとかも書いたりとかするので、まあもしね、その滝沢勝哉のコンテンツこれからいろいろチェックしたいなと思っていただけましたら、Twitter とかホームページとかフォローしていただけますと、幸いでございます。そういう皆様に向けて、ギターのお役立ち情報みたいなのもね、たくさん発信していきますし、あと僕自身もね、そのライブ活動とか、その演者の活動として CD 作ったりライブしたりとか、生放送したりとかして、まあ、いろんなところで演奏したりとかしているので、そういったところも楽しみに見ていただければ幸いです。そんな感じ。では、ここまでの動画、すごい長い間お疲れ様でございました。あとはもう皆様が頑張って、練習をしていただいて、クリアしたからには、これからたくさんの楽譜を見たりとか、サイトを見たりとかして、皆さんが自分自身で楽しんでいただくというターンでございます。あとはもう、頑張れということです。頑張れじゃあ、あとはまあテキストの方にいろいろね、終わりの挨拶みたいなの書いたんで、ぬるっと動画の方で終わらせていただきましょう。今までお疲れ様でございました。それではまた違うところでお会いいたしましょう。ぜひリクエストとかご感想、ご意見ありましたら、フォローしていただいたりとか、ツイッター見ていただいたりとか、コメントしていただいたりとかしていただけたら幸いでございます。それでは、さようなら、また違うところでお会いしましょう。グッバイ、さようなら。